ここはこう。よし。いいわね。帰ったか。よし。そうだな。帰るか。時間だ。お、いけそうだぜ。
さて皆さん、お、いけそうだぜ。お、いけそうだぜ。始めようか。お、いけそうだぜ。お、いけそうだぜ。おう、帰ったか。始まり頼んだぞ。あのさ、どうだ？よし。よし。
けてください、助けてください。 C も財産も戻らなくていい、ただこの思いを伝えることだけは。よし。ありがとう。いや。では、また頼むよ。なんだよ。あいつら遅すぎだろ。着付けに時間がかかってるんだろう。お前らは普通の服だな。浴衣とか持ってねえし。つかお前ハマりすぎだろ。よく言われる。そういやさ、試験どうせ龍二は赤点だろう。うっせえな。まだ花火大会。そうだ、うちらもなんだけど一緒にどう。これ逆なん。いいじゃん、行こうよ。も
しかしてモデル？浴衣すっごい似合ってるよね。待つのしんどいしさ、お姉さんたちと行くのってあり？後で一緒に謝っ。いい加減にしないか。せっかくの浴衣が泣いてるぞ。大和なでしこの自覚を持った方。もったいねえ。じゃああんただけで行きなよ。リュウジはああいう女の人が好みなんだね。いや、まあ、けど。にしてもさ、ユウスケってイケメンなのに、ほんと発言で損してるよね。まあでも、自分を通してる分、好感は持てるよね。誰かさんよりは。リュウジは赤点確定だってよ。へえ。まだってか、早く行かないとコムって。そうだな。あつか、アンもマコトも浴衣やっべえ。なでしこだろ、二人とも。大変そうね。あんたがタオルくらい買ってきなさいよ。ねえ、急激な天候悪化により付近に大雨洪水警報が発令されました。大会規則により誠に残念ながら本日の花の大会は中止とさせていただきます。とりあえず雨宿りとか思ったけど混んでんな。考えることはみんな同じだね。どうしたの？ちょっと知ってる子がいたから。あの黒塗りの車に乗ってた？車でお迎えかよ。モナ、出番だ。今こそ車に。現実じゃ無理だ。足痛い。寒いし中止だし最悪。あんだけ世間騒がせたのにこんなかよ。影のヒーローって地味じゃね？がかっこいいっつうの？俺は正直満足できねえ。打ち上げ花火みてえにドーンとでっけえ世直ししたいぜ。つっても金城以上のやつなんかそうそう見つかんねえか。小雨になってきたな。名残惜しいが今日はここで解散としよう。
どうしても教えてくれないんですね。あんたに話すことは何もねえよ。そうですか。でした。あ？それはどういう？ごちそうさま。で、おい！話は終わってねえぞ。なんでもねえよ。もう閉店だ。片付けろ。精神暴走事件とも呼ばれる事件群ですが、未だ動機は不明と。では次のニュースです。国際的ハッカー集団メジエドが日本の怪盗団に対しメッセージを発信しました。メジエドのホームページに英語で掲載された声明文の内容です。日本を騒がせている怪盗団に次ぐ偽りの正義を語るのはやめ、偽りの正義が蔓延することを我々は望まぬ。我々こそが本当の正義の執行者だ。また怪盗団か。だが我々は寛大だ。怪盗団に改心の機会を与えることにした。心を入れ替えるのであれば我々の傘下に入ることを認めよう。拒否する場合は正義の裁きが下るだろう。正義ね。我々はメジエド、不可思な存在。姿なき姿を持って悪を打ち倒す。明智さん、なぜこのタイミングで声明が出されたのでしょう。詳しいことは分かりませんが、怪盗団に触発されたことは確かですね。対抗心か、あるいは便乗して注目を集めようとしているのか、どちらにしても迷惑な話です。迷惑？怪盗団もメジエドも自分勝手な正義を振り回すだけの存在です。くだらねえことで騒いでんな。怪盗団か。何なんだこいつら。お前知ってんだろ。聞いてんだ。聞き返すなよ。さて、ぼちぼち帰るわ。店閉めといてくれ。あと食材。あ、いや、あんまり使いすぎんなよ。今後も怪盗団に影響を受けてこのような連中が出てくる可能性はあります。そういう意味でも怪盗団の罪は重いですね。
てか、はあ、そうだな。
やれやれ。そうそう。はいはい、静かに。皆さん、
豊かに見える日本社会ですが、たくさんの若者は恩恵を受けていません。仕事はない、保証がない、未来を担うはずの若者。大した理由でもないのに争いにしてどうするんです。てめえが関係ないだろ。お前なんなんだこいつ。演説に戻りたいと思います。皆さんと共に未来を作りたいのです。善人ぶってんな、ダメトラが。何偉そうに語ってんだ。な、誰がお前なんかを当選させ、また金ちょろまかすのか。こん、いやまあそれはやってしまったな。そんなことできる女、ともかくダメトラ。20年来のトラウマがあってね。君にはかつて私は国会議員だ。有力議員が後ろ盾のクラモトチルドレンというブームに乗って当選したんだ。もう20年近く前の、当時の私は浮ついていた。議員として、人間として。そう言ってくれるのは嬉しい。当選の見込みもないと。予告までして劇場型の犯罪を演出する、高校生の君だけでできる代物とは思えない。大人の誰か、例えば人心を動かす弁、そうなんです。我は死は、よし、国会議員の夢実現させようじゃないか。では。問題が山積みだな。この状況下でも安眠を獲得するとは、よほどの大物。姿なき姿のものか。大変な輩に目をつけられたものだな。正義の水かけ論、楽しませてもらって。だがそれも間もなく終焉を迎えるだろう。思わぬ戦力の出現によって、難敵の討伐もまた攻勢の一環である。どうか乗り越え、お前は力を磨き立派な賊になる。おはよう。あのさ、そうか、
おい、携帯呼んでたぞ。誰だこいつ、なんで怪盗だと知ってんだ。仲間のいたずらか。変身した方がいいんじゃないか。ん？よくわからんが、みんなに知らせた方が良さそうだな。盗むってバレてるよな。みたいね。どうしてバレた。チャットのログをたどられたのかも。迂闊だったな。でもそんなことぐらいでここまで詳細に。要因は別にあるというのか。うん、わかんないけど、なんとなくそんな気が。ねえ、他人のチャットログって簡単に見れたりするの？私もそんなに詳しくないけど、できなくはないんじゃないかな。どうやって？携帯のデータを抜き取るとか。返信しようとしたらエラーってどういうこと？送信先が存在しないと。そんなことできる？全部私に聞かないでよ。詳しくないんだってば。おい、それはもしかしてハッキングというやつじゃないのか。ってことはこいつハッカー？ハイテクはわからん。要するに正体不明のハッカーがコンタクトして。なるほど。じゃあこいつがメジエドか。違うでしょ。メジエドを片付けるって言ってるし、言葉を鵜呑みにすればだけど。確かにな。こいつ仲間にしたらよくね。素性も何もわからないのよ。信用できないわ。悪くねえ取引だと思うけどな。アリババが悪党でもか。そんな奴に手を貸すのはごめんだぞ。な、そっか。必要な道具を用意したってのも今。もしかしてただのいたずら。いたずらにしては妙に知りすぎてる。正体がバレてるなら私たち捕まっちゃったりし。いや、通報したいならとっくにしてると思う。何らかの目的があるに違いない。現に取引必ず無効。その連絡がいつ来るかわからない。もしもの時すぐ動けるように今日は一緒にいた方がいいわ。そうだ、隠れて長時間待てる場所。ルブランは？お、なんだ揃って。今日は夏休みの計画でも練ろうかと思って。ん？そちらのお嬢さんは初めて？はじめまして、新島誠です。お邪魔します。うちの生徒会長なんすよ。新島？
どうかしました？いや、生徒会長さんとは驚いた。こいつをよろしくお願いします。桜総次郎、マスターで構わんよ。それ、お前宛てだぞ。おっさんはおいとまするわ。じゃあ、ミス。先日声明を発表して注目されていたハッカー集団メジエドの続報です。先ほどメジエドのホームページに新たな声明が発表されました。メジエドは声明で怪盗団に対する勝利宣言を発表しました。さらに怪盗団を称賛する一部の日本国民に対し称賛をやめるよう警告を発しています。メジエドの今後の動向が注目されます。って英語じゃねえか。我々の質問に怪盗団は沈黙した。これで我々の正義、日本の大衆よ、目を覚ましなさい。はあ、最後まで怪盗団を崇拝する者には罰が下るだろう。私たちはメジエドです。見えない存在です。だってさ、どういうことだよ。怪盗団のシンパをターゲットにするって言ってる。財産の没収か、銀行か、もしくは個人情報か、何せよ嬉しくないことでしょうね。そこでなんで俺らがやり玉になるわけ。あくまで怪盗団が悪ってことにしたいんじゃない。怪盗団さえいなければこういうことは起こらなかったって。冗談じゃねえよ。厄介な奴らに狙われたもんだ。このままほっとくしかないの？俺たちじゃ手も足も出ない。おい、これ何の手紙だよ。これ以上面倒なもんはごめんだぜ。珍しいよな、お前宛てなんて。予告状？他には？てか誰から来たの？そもそも切手がないじゃない。誰かがここへ直接と、もしやアリババが。そういえば必要な道具を用意したとかなんとか、まさかこれのことか。もうどうなってんだよ。今私たちにできることはアリババからの、いつ何が起きてもいいように。まい、なんだよ。やれやれ。Thank you.
ジかよ。やらないと通報って。さくら双葉。さくらって確かマスターの名字。マスターにご家族はいたっけ。どうなってんの。おおらかすぎんだろ。普通なんか紹介とか挨拶とかねえの。居候なんだろ。まあ事情が事情だからな。予告状が届いたのもマスターの家だし、関係があると考える方が自然よ。アリババがどこのさくら双葉か言わなかったことも理由の一つ。名前だけで十分だと思っているんじゃない。そういうことか。近くにいる誰かの仕業と考えるのが妥当じゃないかしら。なるほど。アリババが携帯のアカウントをどうやって突き止めたかはわからない。ただチャットで命じてくるというのはからかわれている気がしないでもないわ。いたずらってことか。要求がどうもね。正体をバラされたくなければ金を払え。これならわかる。でも理由も言わず心を盗め。試されてるのか。とにかくさくら双葉に関してはマスターに一度聞いてみるべきだと思う。それがいいだろうな。今できることはそれくらいだし、ご主人も心当たりがある。私は念のため学校の。慎重に頼むぞ。マスターに正体を悟られないようにな。うん、どうした。なんで知ってるんだ。関係ねえだろ。帰る。店閉めとけ。こりゃビンゴだな。
わし。よーし。手紙、読んでいただけましたよ。あんただな。こいつに双葉のことを吹き込んだのは。余計なことしてくれたな。わが場のことなら話す気はねえからな。吹き込んだ？何の話です？まあとにかく親権停止もやむなしということでよろしいでしょうか。お宅の家庭状況にお嬢さんの状態、有利なものは何一つありませんよ。火災に出ますか？ 99.9% 我々が勝ちます。虐待の疑い、親権停止は免れないでしょうね。そこまでするか。あれのことは知らねえぞ。こちらも真剣ですから。認知科学が精神暴走事件と関わっている可能性がある。チッ、誤算だよ。では後日また連絡。あんたの聞きていることは多分何も。構いません。有用かどうかはこちらが決めますから。今度は美味しいコーヒーを飲みに来ますね。塩まけ、塩。人をイラつかせる天才だな、あの女。なんだその面は。言いたい。お前には関係ねえ。いい加減にしろ。追い出されたくねえならおとなしく学校だけ行ってろ。分かったな。店閉めとけ。双葉って子がいるのは確実だ。ひどい目に遭ってる可能性があるようだが、それからアリババがルブラン関係者という推測濃厚だな。あと認知とか。ご主人の裏側、しかし追い出すとまで言われちゃ突っ込めない。
マスターが女の人に脅されてた？ああ、偉そうに虐待だの裁判にするだのいろいろわめいてたな。どうかしたの？いや、何でも。話を整理すると、双葉はマスターの子供で、しかも私よく知らないんだけど、マスターってそういう人なの？うん、私もそう思いたいんだけど、確証。アリババか？法的で勝手なよ。弱みを握られてるからね。そもそもこいつの言う双葉にパレスあんの？しかもキーワードないとどうしようもねえし、今言ったことそのまま投げてみろよ。ことができればアリババの素性もわかるんだがな。会えないか聞いてみろ。出られない？わからない。アリババは外に出られない上に双葉。ま、俺らにはもう関係ないだろう。連絡も取れなくなっちまったし。でもメジエドはどうする？取引なしになっちゃったよね。メジエドだけどさ、派手に宣言した割にさっぱり動いてねえし、怪盗団の力にビビったんだよ。改心されるのが怖いからやめたってことか？そうそう、格好悪くて謝れねえんだよ。いや、アリババもメジエドも消えたし、とりあえず一件落着ってことでよくね？そうね、確かに少しは気を抜いても良さそう。そういやさ、金城のお宝聞いて驚け、15万円だ。すごい、パンと打ち上げできるじゃん。うん、花火大会のリベンジだ。怪盗団も世界デビューできたんだし、見合ったもの食いに行こうぜ。どこがいいかな？なら俺寿司がいい。それかうなぎ、国産の。寿司はガリで腹を膨らませてから食べる。それが俺の極意だ。
今回はそんなことしなくていいから。っていうか、いや、我が輩寿司なら大歓迎だ。お前もそれでいいだろう。決まりだな。よし、早速明日の。忙しそうですね、サエさん。板挟みなんじゃないですか。怪盗が金城を挙げてくれたおかげで、こっちのメンツ潰されて、挙句の果てに沈黙していたメジエドがついに宣戦布告。どこまで引っかき回してくれるのよ。ストレス溜めるの、お肌に悪いですよ。わざわざ嫌味言いに来たわけ。気分転換に僕の推理聞いてもらえますか。強盗無形だと思われるかも。あなたが追う事件と怪盗の行為、重なる部分はありませんか。根拠は、全ての事件に共通する当事者の不可解な心変わりです。それは私も睨んでる。だけど根拠じゃない。言ったじゃないですか、推理です。正義を謳った怪盗団で世間を騒がせる。だがそれは隠れ蓑に過ぎない。本当の狙いは精神暴走を使ったテロ行為。現時点で否定する材料はないわね。その話警察には。言うわけありません。組織としての機動力、実行力を利用してやるぐらいしか。手伝ってもらっていた甲斐があったわ。それはどうも。サエさんの守備は。愛人家の被害者の娘を引き取ったという男から。さっぱり。そうですか。では僕は勝利のために何をしましょう。怪盗団徹底的によろしく。勝つためなら手段は問わない。それが私の流儀だから。楽しそうね。何か掴んでるの。いえ、何も。それでは僕たち。よーし。んだよ、気にすんな、金ならある。おいしい。
ってろ。ところでマスターの件だけど、本当に虐待するような人？またその話。いや、ちょっと気になっちゃって。裁判とまで言われてたら、マスターってどんな人？虐待するように思える？ああ、前歴のことで。もし虐待が事実なら、保護者だったはずがとんだ悪人だぞ。更生すべきはご主人ってこ。ちょっと待って、そのことなんだけど、実はあの後気になっちゃって。マスターの名前ナビで確かめたんだよね。反応はなかったの？うん、これ以上はよそのうちの問題だし、深入りしない方がいいかも。もしかしてアリババってマスターの元嫁とかだったりして。双葉は浮気相手の隠し子なんだよ。ないでしょ。妄想しすぎ。くだらない。しかしうまいな。生涯初めての体験だ。いやー、これも怪盗やってるおかげ。やべ、怪盗。そう、怪盗とは味が段違い。美味しいわね。うん、さすがネタが違うね。どこもかしこも怪盗ね。実にくだらない。リュウジ、場所考えてよ。終わり。ついうっかり。マスターの話振ってごめん。せっかく来たんだし食べないとね。新島さん、どうしたの？こんなところで。明智くん。明智？君たちはテレビ局で、もしかして新島さんの友達？知り合いか？はじめまして、明智って言います。よろしく、北川雄介くん。なぜ俺の名を？それは僕が超能力者だから。というのは嘘で、駆け出しの探偵なんだ。君はまだらめの門下生だったんだよ。実はこれから怪盗団の捜査チームに加わることになったんです。メジエドが怪盗団に宣戦布告したの見ました？宣戦布告？ついさっきホームページが更新されていた。マジで？英語。え、これなんて書いてあんだよ。ずいぶん動揺しているようだけど。怪盗団の大ファンなんだよこいつ。バカみたいにミーハーで。あんな連中のファンなんてやめた方がいいと思うけどな。何なんですさっきから。ごめんね、お友達同士のところ。それにしても面白い交友関係だと。新島健二の妹にまだらめの門下生、それに囚人の生徒。差し詰め、ひょっとして僕なんかよりいい情報知ってるんじゃない？そうだ、君に聞きたいことがあるんだ。今回のメジエドの騒動、もし君が怪盗団の一員だったらどうする？
大多数の意見と同じか。期待外れで悪かったな。俺たちは普通の高校生だぜ。むしろ探偵様のご意見を聞かせてくれよ。怪盗団をプロファイリングした結果、未成年のグループだと僕は考えている。放課後は比較的自由に行動しており、身を、そして4月頃から活動を開始。手始めが鴨志田であることも鑑み、怪盗団って君たちと一致するところもあるよね。通報でもしてみるか。君たちを疑ってるなんて一言も言ってないだろ。ちっとも動じないんだな。やっぱり君は面白いな。その冷静さは僕にはないよ。でも僕の推理も面白かったろ。僕らが手を組んだらいいコンビになりそうだ。なん、はあ？いきなり何言ってんだお前。今度は君の話を聞かせてよ。君のところには面白い情報も。その代わり僕が推理のコツを教えよう。悪い話じゃないと思うんだけど。よし、いろいろ参考になったよ。じゃあまたね。何あれ、まさか俺たちの正体がバレてるのか。いや、それはねえだろな。さすがにそれは考えすぎだと思うけど、警戒した方がいいかもしれないわ。実際のところアリババに正体がバレたんだし。バレたと言っても証拠をつかまれたわけじゃないだろ。普通にしていればいい。それよりメジエド、大変なことになってるよ。ああ、何が書いてあんだよ。読むね。我々は日本の大衆に失望した。未だ彼らは怪盗団の偽りの。我々は日本を浄化する計画を進めている。 X デーは8月21日。これにより日本経済は壊滅的。マジか。続けて。だが我々は寛大だ。怪盗団に最後の改心の機会を与える。我々は怪盗団に改心の証として世間に正体を晒すことを。要求が通らなければ我々は日本を攻撃する。日本の未来を。私たちはメジエド、見えない存在だって。要するに怪盗団が正体を晒さなければメジエドは日本を。こう随分なかまってちゃったな。どうするのこれ。アリババともう一度コンタクトを取れたらいいんだけど。手がかりはマスターと双葉か。つーか、あちしエルブラン寄ってかね。向こう行って話そうぜ。ここに来るまでいろいろ話したけどよ、やっぱアリババの力を借りる以外ねえな。どうやって連絡を取るかよね。アリババは勘違いして連絡を。だったら双葉の心を盗めば向こうから接触してくるかもしれないな。キーワードとかさっぱりだぞ。アリババふざけんな。実はすごく近くにいるの。え？ねえ、仮に私たちが双葉の心を盗んだとしてよ、
アリババはどうやって回信を確認するつもり？携帯のやり取りで確かめる？直接会うってことか。アリババはここに予告状を届けられる。しかも双葉の状況を確認できる。でも事情があって私たちには会えない。会っているところを見られるとまずいということかもしれない。もしかしてアリババの正体はマスターの家にいる。マジで？じゃあ自分の心を盗めと頼む。虐待で傷ついた心を盗んでとか、なかなか言えないかも。マスターに会ってみたいんだけど。すぐ。俺も賛成だけど、こんな夜遅くになんつって会いに行くんだ。寿司折り、お土産って。我が輩の大トロ。文句言わないの。みんなで行きましょう。二人で行ったらどういう関係って疑われるから。ごめんください。留守じゃないよね。ドア開いてるし、テレビの音聞こえ。ぶっ倒れたりしてねえだろうな。マスターそこそこ。ちょっと心配。見に行った方がよくない？お邪魔します。知らねえよ。聞こえた？一回出よ。ね、帰ろ。何ビビってんだよ。ビビってなんかない。ひょっとしてアリババ、双葉か？ごめん、捕まってていい？気配が。誰？てめえら、動くな。いいか、一歩でも動いた。ごめんなさい、助けてごめんなさい、お姉ちゃんごめんなさい。
お前、なんで勝手に家に入っ…君…あ、こんばんは。お邪魔してます。新島さん、え、付き合ってんの？友達です。最近の高校生って…違います。これはその、いろいろあ…お前ら、あの、寿司寄りのお土産持ってったんですが、チャイム鳴らしても出なくて、鍵開いてて、テレビついてて、マスターが倒れてたら大変だと思って。鍵開いてた？はい。たまにやんだよな。俺も年だな。あの、すみません、お聞きしたいことが。あ、俺に？誰かいますよね。ああ、娘がな。もしかして、さくら双葉さん？お前、新島さんにも喋ったわ。あの、双葉さんにお会いすることはできませんか？多分、さっき驚かせちゃったので、お詫びがしたくて。いや、それは…どこかご病気とか？いや、そういうわけじゃ。はあ、何か変な誤解されても嫌だしな。隠さず話しておくべきだったな。ここじゃあいつに聞こえるから、店行くぞ。さて、どっから話せばいい？あいつ、双葉の母親とは、双葉が生まれる前から変わり者だったが、妙に馬があってな。頭が切れて目つきが悪くて、空気が読めなくて自由奔放で。本当にいいやつだったよ。ええ。のめり込むと周りが見えなくなって、毎日遅くまで熱心に仕事に打ち込んでいた。子供ができて少しは変わるかと思ったんだが、双葉が生まれてからも相変わらずだった。そんなでも、双葉の面倒はちゃんと見ていたよ。仕事と子育て、大変だ。だが、女手一つで子供を育てるのは、いろいろと大変だったのかもしれん。父親はいない。それは…いや、いたんだろうが、俺にはわからん。あいつは何も言わなかったからな。あいつは一人で双葉を産んで、一人で育てたんだ。双葉のことは本当に可愛がってた。普通の仲のいい親子だ。だがあいつは双葉を残して、あ、自殺だ。自殺？車道に飛び込んだんだ、双葉の目の前でな。そんなのショックどころじゃない。辛すぎんだろ。それで、ま、いろいろあって引き取ることになったんだが、初めは塞ぎ込んで一言も話してくれなかった。やっぱり自殺が尾を引いてて。俺から話しかけていると、ポツポツと口を開くようになってな。それで分かったんだ。あいつは母の死を全て自分のせいにしてるんだ。自分のせいってどうして？そこは喋ってくれない。
事情を知りたかったが、傷口をえぐるようなことはやめたよ。それで何もねえのに急に怯えたりするようになった。声が聞こえる、母親が見ているってな。幻覚や幻聴か。医者には双葉が徹底的に拒んだ。往診してもらっても部屋に鍵かけやがる。それで閉じこもって、いわゆる家の外には一歩も出ねえし、誰とも顔を合わせようとし。マスター。俺も部屋には絶対入れてもらえねえんだ。結構重症だな。双葉はとにかくとても頭の回転が早すぎるというか、話も飛び飛びだったりしてな。自分の中でいろいろ完結しちまうらしい。俺には理解できないことも多いよ。そうだったんですね。そんなわけで他者を拒むから、お前を家に入れるわけにもいかなくて。すまねえな。双葉に必要なのは何者にも脅かされない安心できる環境だ。だから俺はあいつが望まねえことはしねえ、あいつの嫌がることもしねえ。ってそれじゃダメだってことぐらいは分かっている。だが俺ができることなんて。わからねえ、小難しい本とか食いもんだとか、欲しいものはちょくちょく言ってくるんだがな。ま、そんな双葉のことはそっとしておいて。じゃあな、早く帰れよお前ら。ずけずけと立ち入っちゃって悪いことした。虐待なんて。心を盗んでほしい理由はきっと母親のことと関係あるんだろうね。辛く苦しい心を捨て去りたいということか。自分じゃどうにもなら。改心で助かるのかな。助ければ俺たちもメジエドに対抗できるか。待てよ、そもそもパレスあんのか。調べてみようぜ。さくら宗次郎宅に住むさくら双葉でいいのか。候補が見つかりました。これはあったぞ。悪人じゃなくてもパレスは存在するの。ねえ、モルガナ、モルガナは？さっきから見ないな。マスターの家に入ってぽいな。まあ平気だろ。ね、終電近いし今日は解散すっか。明日朝から学校あるしね。ああ、そうだった、緊急。なんだそれは。メジエド騒動で怪盗団が人気出たせいで囚人が注目されててね。その注意喚起だって。ネットで勝手な発言して炎上しないように。いちいち集めんなっつの、いい迷惑だ。私たちのせいだけどね。また連絡取りましょう。捨て去りたいと。改心で助か。助ければ俺たちもメジエドに。待てよ、そもそもパレスあんのか。調べてみようぜ。
桜総次郎宅に住む桜双葉でいいのか。これはあったぞ。悪人じゃなくてもパレスは存在するね。もろかくか。